おはようございます。スタミさん、おはようございます。おはようございます。ちょっと朝にやりたい企画持ってきましたんで、ちょっとやりましょう。スタミさん、ありがとうございます。おはようございます。前話してたじゃないですか。ちょっと待って、話してたけど、はい、ちょっとリポートしても欲しいことがあって、寝起きですぐ。何やるんすか。朝ごはんに一番合うふりかけをちょっと決めてほしい。昼ごはんにもできるじゃん。やっぱ朝ごはんは大事じゃないですか、一日の。お前今後は、お前俺の鍵返せよ。お前、俺の鍵返せ。キモすぎる。終わりました。終わりました。終わりました。これそういうのじゃないから。じゃあ、さっさと準備してもらう。さっさとじゃねえよ。こんな横暴なことあんのかよ。乱暴すぎるよ。位置変えます。ちょっと、わかった、わかった。お前ふざけんなよ。お前これ絶対釣り込む鍵渡すな。ふたさん回ってますよ。いいですか。タイトルコールから。ちょっと待ってもらっていいですか。いいはずだよね。聞こえてなかったから、その、はい、回ってなくて頭が。企画もらっていいですか。朝ごはんに一番合ううまい棒ふりかけ決定戦でお願いします。うまっ。はい、何、朝ごはんに一番合ううまい棒ふりかけ決定戦。いやいやいや、すいません、最近俺買ったんすけど、はい、コンビニで、はい、どこ行ったかな。はい、俺ふりかけ僕そもそも好きで、のりたまとこれ、ファミマで買えるカツオのふりかけあるんで、もう俺普段から食ってるんですよ、ふりかけを。ふりかけを、待って、喋らないで、はい、ちょっと喋ろうとしないで。普段から、ふりかけを食べてない人が、うまい棒をさ、はい、ふりかけにして、はい、ああ、なんか意外とふりかけってうまいやってなるかもしんないけど、俺、普段から、こんな上質なものを食べちゃってるから、ならない。美味しいって。いや、そうだと思うんですけど、ふりかけが好きだって聞いたので、うん、じゃあ新たな、その可能性。境地を？はい。あと、最近うまい棒食べました？確かに、それは食べてないわ。あと値上げしたのご存知ですか。値上げしたのは知ってる。ちょっと何円かはちょっと興味なかったから分かんないけど、もともと10円でずっと頑張ってた。あ、それは知ってる、それは知ってる。で、2年前にどうしてもっていうことで2円だって12円。うん。で、さらにもう厳しくなって15円になった。あー、それでもだよ、それでもだよ、それでも企業が努力でしょ。40年以上もずっと。すごいことだよ。だからこの応援企画でもあります。応援企画。頑張ってる企業を応援しよう。全然、頑張ってる企業を応援しよう。全然興味ない。マジで10年食ってない。本当に10年。前僕持ってきて、買ってあんのこれ。買ってある。どこ。うえぇーうえぇー。こんなにあるの、うまいもんって。まずすごいね。プレミアムだってよ。リッチ&クリーミー。これうまそうじゃない。そもそもがうまそう。え、待って、ちょっとテンション上がってきたわ。コーンポタージュ味ね。コーンポタージュ、これ知ってますよ。チョコレートが買ってきたらどうすんだよ。和風ステーキ味あるわ、これ。何かしらが多分、ね、白米に刺さるぞ。俺ご飯も買ってないよ、佐藤のご飯。あ、ご飯は昨日マネージャーさんにお願いして予約でもう炊いてもらってるんで。は、これ。はい。遠くんでるやん。お前は俺の味方であれ。じゃあちょっとプレミアムは残しとくとして、え、じゃあ明太味からいこうかな。明太子は合うだろ、ご飯に。あ、じゃあこれ使って、せっかくなんで。うわ、よいいな。しっかりちゃんとこれ、ちゃんと買ってきてんの、こんなもん。はい、すっげえな。あ、粗さも選べるんで。
うまい棒ってこんなうまそうな匂いしたっけ。そもそも普段節制してるから。でも、マジな話していい？ガチな話していい？これ、袋が明太子って歌ってるだけで、別に明太子の匂いしないわ。これ、やられてるわ。これ、まさかさ、うまい棒って全部同じ味なんじゃないの？これ、袋が変わってるだけじゃね？ちなみに、うまい棒総選挙。お！明太味は2位でございます。わあ、人気商品だ。やっぱ俺は見る目があるな、しっかりと。そしてはい、振りかけていきました。じゃあご飯ついてますか。早速ちょっとご飯いっちゃおうかな。こんぐらい、一口こんぐらいでいこうと思います。食事の時間本当に大切にしてるからね。毎回言ってるけど、俺のさ、ごめんね、ごめん、本当にごめん、はい、俺普段から節制しててさ、その卵かけご飯だったりそばだったりそういうものを食べて生活してるわけ。確かに美味しいよ。けど毎日食べてると飽きるわけよ、どうしても。でもその中で僕は体を作るためにね、我慢して食べてるわけで、俺はチートデーというものを設けてますよ。そのそういう我慢してる日々のさ、ご飯っていうのを解放して何でも食べていい日を俺は作って、その時自分の好きな中華だったりラーメンだったりを食べに行くんだよ。最近はこれだよ、チートデーが。これだぞ、これだぞって言ってもなんだけど、うまく、絶対うまくあれよ。お願いします。お、でも、あ、でも悪くないんじゃない。結構ビジュアル的には別にそんな悪いわけではないぞ。あー、なるほどね。ちょっと明太の匂いはもう未だにしないけど、ちょっといただきます。ご飯には合わないよ。合わない。ちょっと待って、もうちょっとプラスさせて。なんかね、味が薄いんだよね。なんかふりかけのご飯に対してさ、ふりかけこの量かけて絶対足りるじゃん。ふりかけって味が濃いからさ、もっと凝縮させるわ。もっと濃縮させて、点数でいこうか。星いくつでしょうか。 1.5。 あ、でも、でも、まあ、1.5 3のうちの5、星5のうちの 1.5。 でも逆に俺はすごい優しさを持っての 1.5。 これは希望を込めての 1.5。 なるほど、うん。でもこれもともとふりかけじゃないんだ。そうだね。だからその食べ方も工夫しないといけないなと思った。だから俺のちょっとその悪いところも含めて今後改善していくだろうと、全てを込めて 1.5。 じゃあ 2.5 ぐらいってこと。違う、だからもともと 0.5 で 1.5 にしてたらしい。 1.5 が 2.5 になるわけではない。明太味はそんなに合うものではなかったと。まあそうはね、ちょっとね。じゃあ残り僕が食べとくんで次行きましょう。大丈夫か。いや、それじゃなくて、もう早く取れます。そういう無駄なのいらないんで。そういう泳がしたりとかしないんで。どうしようかな。俺さっきいいの見つけたんだよな。あ、やったこれ。ちょっと方向性違います。エビマヨネーズ。これは味濃いんじゃないの。これちょっといってみましょうか。まあさっきもちょっとザクザクでね。それではエビマヨネーズ味、ちょっといただきます。お、やられてなかったわ。マヨネーズの匂いがすげえする。え、これ待ってね、いただきます。うん、さっきよりかは上だけど
全然ふりかけではないね。そのエビのにマヨネーズの匂いは確かにした。でさっきちょっと明太の匂いっていうのがマジいっぱいピンとこなくて頭はてなながら食ったんだけど、これはちゃんとエビマヨの匂い香りがするし、味もちゃんとマヨネーズをめっちゃ感じるから。けど全体的に味は薄いし、やっぱりふりかけとして成り立ってはないということで2点、 0.5 アップってことで、さっきよりは全然マシ、悪くない。これね、可能性の見える3には届くんじゃないかなっていう希望が見えた。ちなみに今回買ってきた味を言いますと、はい、プレミアム和風ステーキとプレミアムモッツァレラチーズとプレミアム明太子、ここですね、ここにピックアップしてる。プレミアムは3つ、あとコンポタ、チーズ、明太、たこ焼き、チョコ、シュガーラスク、サラミ、野菜サラダ、とんかつ、照り焼きバーガー、エビマヨネーズ、牛タン、納豆、焼き鳥。あー、焼き鳥は悪くなさそうだな。ちょっとプレミア行く前にあともう一種類ぐらい行きたいな。コーンポタージュかチーズになってるんだけど、1位を攻めたい気持ちあるんだけど、実際味の濃さよりチーズの方が強いと思う。チーズ行きます。ほらこの色、明らかに違います今までとは。え、全然違うから。もう匂いするよ、もう香りはしてるよ。だって強烈すぎる匂いが。いただきます。俺はね、好きなんだよね。俺はね、意外と好き。こっちの洋風の方がね、俺は箸は進むね。これはいけるわ。いい、マジですか。これほんとにいける。なんかそろそろいけるの出さなきゃとかじゃなくですか。マジ、これはマジ。あのね、ドリアだね。なるほど。うん、俺ドリアとかそういうの大好きだから、口の中のテンションで言うとドリア食ってる時一緒。もう完食しました今回は。すごいいいですこれ。3にはいかない。3にはいかない。うん。2.5。でも 2.5 だよ。そうですね、 2.5。 ここで4とか言ったら嘘になる。全然嘘。いや、嘘はやめましょう。うん、 2.5 だね。ただいけた。うん、ドリア、ドリ、ちゃんとドリア。朝さっ、あっさり行く、いけない、いけない、朝はいけない。え、ごめん、趣旨を間違えたんだけど、朝行こうの企画これ。朝もし行くんだったらの企画だとしたらもう全然無理よ、ごめん。ああ、やばい、もうイベントに間に合わない。ご飯をついで。じゃあちょ、ラスト行ってみようかな。プレミアムシリーズ、これどれぐらいですか値段は。消費税込みで27円とかで売ってたりとかっていう。明太子で言うとさっきね試したからね、和風ステーキ味からちょっといきましょうか。和風ステーキ味いきたいと思います。プレミアムほぼ30円、倍の値段と言っていいでしょう。違う、俺もう分かるようになっちゃった。用意した側で言うとこれが当たると思ってた。正直ステーキ、わさび、合わないわけがない。ちょっとダメ、ちょっと一旦、ちょっと一旦置いとこうかな。さっきのチーズにいいイメージ持ちすぎて俺こっちの方が決まると思う。モッツァレラチーズかカマンベルチーズ、ちょ、これ一回してもらっていいですか。いやいやいや、いやいや、もうまだね、こっちだな。うまい棒ふりかけてさっきよりも色が鮮やかだ。どれどれ。でもさっきよりもかなり上品な香りになってる。さっきのチーズ味はめっちゃジャンク、あの焦がした時の香りがずっとしてる感じ。ちょ、カマンベールチーズなんで。いただきます。
こっちのチーズがうますぎたんだな。うん、どうぞ上品次。こっちのね、15円チーズの方がね、やっぱジャンキーさがあってね、美味しい。チーズ外しちゃってるとどっちか迷う。うん、お前だったらどっち行く？まあそうなのか。スタッフ一押しってことで、最後はこの和風ステーキにしてみましょうか。どうだこれは。怪しいか？え、これ両立してる。これステーキの香りもするし、わさびの香りもする。いただきます。あ。おわさびすご。いや、これバグか。いや、俺もうこの、なんだろう。これさ、ごめん。点数の付け方をもう一回議論しようか。はい。星5ってのはさ、世の中の食物の中での 2.5 だよね。そうですね。これ今、2.5。あ、でもね、食べれんだよ。ああ、食べ、全然食べる。やっぱ2から下って空気なくなるぐらいなのよ、はい。全然空気力なくなるんだけど、2.5 からは本当に辛いするぐらい、食欲は出るぐらい美味しい。例えばさ、チャーハンって星何度よ。そういうことですよね。そもそもの食べ物の最高点。そうでしょ？町中華行くとチャーハン何点よ。まあ、最高にうまくてもまあ、80。いや、じゃあ87だから星で言うと 4.5 ぐらいでしょ？そうですね。その中で俺がさ、これをさ、3って言っちゃったらさ、こいつは何言ってるんだってなっちゃうわけですよ。すこれは正直言いましょう。2.5 です。確かに。うん。ふりかけご飯、欲しいくつですかって言われたら、うん、5って言ってるんですよ。結論から言っていいですか？はい。ふりかけの代わりにはなりません。ならない。なりません、これは。という検証結果が出ました。いやー、YouTube っぽいね、これは。YouTuber の方々ってオチ用意してないじゃない。はい、いいの、これで。いや、俺も、それでいいんじゃないかなと。僕の強みと言ってもなんですけど、やりたい方向性っていうのはリアルを届けたいんで、はい、例えば今後案件をした時とかに、なんか、こいつは本当のこと言ってるからこの商品はいいんだなって思われるような人になりたいから、はい、今回はもうどうしても 2.5 は超えなかったです。すいません。ちなみに、のりたまは一口だけ食べたら何点、のりたまは何点で 今これを経て、はい、じゃあちょっとそれだけちょっと。そうですね。いや、のりたまも、この基準で言ったら、3ですよだったら 2.5 がすごいです。すごいことになるね。はい、だってこの量だもん。いつもなんかさっきと違くね。俺さっきさ、のり、うまい棒かけた時さ、白米の面積はなかったぞ。これで足りんだから。いや、うめえ。うめえ。うますぎる。これ、このパウダーのこの一個一個のはすげえ濃縮されてるから、咀嚼をするたびにこれがほどけていって、ずっと味が続く。のりたますごということで、のりたま最強決定戦でした。ありがとうございました。